Welcome to Sapienza 47. Ah, どうも. Silvio Caruso's family home is right across the square. Oh, マジか. The bioengineer suffers from acute travel phobia, so the Ether Corporation has installed a state-of-the-art field laboratory somewhere below ground. 外出恐怖症? Expect security levels to rise as you get closer to the virus. Good luck, 47. Oh, 白色の服が似合ってるね。ということで、こんばんは。え、なんでこんな違和感なく座れてんの、まず。ここに突然湧き出したのかな、テレポーテーションしてきて。やっていこうと思います。今回の目的も二人どこにいるんだ。まず目的は見えないんだけど。なるほど、面白い。おい、若干女の人を見るな、お前は。ナンパしようと思ってんじゃねえ。ということで、やっていきましょう。まず正面から突破を試みる。 Sir, this is a restricted area. あ、すいません。なるほど、面白い。あいつらは多分僕を入れてくれないだろうな。おい、待って、めっちゃ海綺麗なんだけど。はねえな。え、事故った大丈夫？かわいそうに。どうしたの君。めっちゃ綺麗。あの崖の方から行けないかな。いや、そういうゲームじゃないんだよな、このゲーム。うわ、事故ってますね、完全に。かわいそうに。いや、まあ、こういったらどうでもいいんだよ。てか、ここから登れそう？マジで？ワンチャンあるぞ、これは。左行くぜ。よし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 。くぐる。え、ここ正解ルートなの？ここはどこ？不法侵入中。こっから行けんのかな？見つけたんじゃね？これもしかして。登りきって、あ、ミスター、こんにちは。他に誰もいない？他に誰もいない？いや、いるな、これ絶対。ちょっと待てよ、もう一人いるな。もう一人いるぞ、気をつけろ。待て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 、顔出せ顔出せ。やばい、外した。あぶねー、ごめん。一人非ターゲットをキルしてしまった。まあでも仕方ないな、変装させてもらうぜ。おい、サングラス外せや。いいのかな、これで。まあいいか。あの、非ターゲットをキルしてしまうとですね、若干スコアが下がるようです。はい、服は着替えられたけど、これで入れんのかな。入れるなら行くか。よし、ありがとうな、お前たち。でもここだと見つかんないでしょう。こっから登場するのはさすがに派手すぎるか。とりあえず侵入成功しましたね。ああ、一人のターゲットは俺の顔知ってるんだ。あれはめんどくさいですな、ちょっと。レンチとか拾っとくか。役に立つかもしんないしね。よし。他には？大丈夫か？これ暴走させるか。よし。待てよ。あいつは俺の顔知ってると。見つかったらまずいね。大丈夫大丈夫、横通ります。スマートだね。で、あいつらに気づかれてもいい？ OKOK。 どうやろうかな今回は。あー、でも近くにいっぱいいるね。これは何？電源オフ。よし、あいつにもバレちゃいけないのか、もしかして。いや、大丈夫か。こっちは出口になってる。あ、いや、上に上がれる。やった。よし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 、いいぞ。これで倒せるアイテムかな。毒物、いいね。食事に入れてもいいかもね。先にあいつからやってもいいな。周りにいなければいいけど。あ、トイレが開いてる。では窓からお邪魔しよう。よし、トイレじゃなかったか、お風呂だったか。入って行ってもいいけど。君は清掃員だね。うわー、敵多いな。一人になる時あるかな。こんにちは。やばい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 、あいつか、あのなんかマネージャーみたいな。おお、なるほど、いっぱいいるな、マジで仲間が。
あいつ一人になるか。そう簡単にはいかなそうだね。何やってんだあれ。待って、上から狙うのもありだぞ。上から銃でバーン、ありだぞ。ゴルフやってんのか。今完全に空振ったよね。あれが空振っても周りが何も言われてるか。やばい。嘘でしょ、嘘でしょ。何？やばい、こいつら見つかっちゃダメなの？ちょっと待って。早く。あぶねえ。え、バレてる？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 バレてるのかこれ？お願い。どっか行って。なんでどっか行くねん。おい、逆に怖いわ。どんな感性してんのあいつ。入ってったのもバレたからね、明らかに。すげえ助かったわ。でもよかった、あいつは見つかっちゃダメなんだ。それは知らなかったな。マジかよ、やられたわ。じゃあ2階は基本的に行けない感じか、このままじゃ。ピアノ弾くことできんの？ちょっと待って、それは個人的にやりたいことだぞ。あれできねえわ。なんだ、ピンを倒す。ただの嫌がらせじゃねえか。あー、なんだ、わっ、すごい監視カメラの部屋か。オーマイガー、なんか動かせたりしないの？誰？隠れる、隠れることできんの？すごい。バレバレだけどな、明らかにその後ろに木があるけどな。これ動けんの？やば、やばいでしょ。ちょっと待って、どうしよう。でもこれ着てたらまずいよね。全員にバレるんだけど、これ着てたら。まあ、だろうな。返しとこうぜ。完全に3人いるね。これはもう、どっから狙えばいいんだ？あいつの頭を。どう狙おう。俺の銃口さえバレなければいけると思うんだけど、こっち入ってこっちとかはどうだ、狙える場所ないか。地下からは狙えないかな、下に行っちゃうもんね。あー、なんか怪しい博士がいたからやめとこう。危ない危ない、待てよ待てよ。こっち側回って、もっと、君は誰だい。押す、殺害するってあるんだけど、ちょっと押してみるか。うん、俺は何もやってない。こっちから開けて入って、どこだ、待てよ、すぐに逃げようね。これいける、これいける、これマジでいけるわ。待てよ、おやすみ。ちょ待て、バレてないはず。オッケー、スマートキル、大丈夫、俺ってバレてないはずだから絶対。待て、バレてる、これもしかして。嘘だろ、追跡されてんの俺。ちょっと、大丈夫だよね。え、顔見られてないはずだよね。え、見られたのかな。ちょ、隠れようか、一旦時を待とう。よし、あ、でも音楽やんだんじゃね。よし、これは来たな。あ、でもあの前の2人見つかっちゃダメなんだ。それはちょっと恐ろしいけど、これ誰のお墓一体。花束を置くことができるんだけど、どんなゲームだよマジで。最高のゲームだな。博士になろう。そうだ、あの博士がいい。ちょっと待てよ、お邪魔します。博士1人かい。あー、ダメだな。待って、あのワインの中に毒物入れればいいんじゃね。カードキーまである。ちょっと待てよ、何かでおびき寄せよこいつらを。何でおびき寄せる、何がある。あ、いいね、点検オフ。いいね、毒物キルだ。ワインを入れる、ワインを入れるじゃない、毒を入れる。やばい、おい、バレバレ。
バレ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 ちゃん。みんなこれバレバレちゃんだよ。大丈夫かな。さすがにあの毒物は飲まないか。一旦隠れる。まあいい、もう今までもどうせバレバレだったでしょ。あれ飲んで死んでくれたら面白いけどね。なんだこれ、もうダメだな。出てあいつ倒すか。もう手っ取り早く。おやすみ。変装しちゃう。よし。博士は、あ、博士飲んだ。嘘でしょ。毒入りじゃない方飲んでる、あの博士。さあ逆側だったか。待って、もう一回入れよう。どうしても博士を毒で倒したい俺は。ちょっと待てよ。で、あのカードキーも奪っていきたい。どこ持ってないんだ。一つしか持ってないのか。まあ、か、じゃあカードキーもらってくよ。 Entering the Ether Lab requires a key card and a uniform.あ、成功も必要なんだ。でもこれ博士普通に倒すわ。タッチションしてるとこ悪いけど、もらってくぜ。あ、似合う、一番似合う、かっこいい。で、カード機を持ってるし、じゃあ行きましょうか、本当の場所へ。はい、こんにちは。ボディチェック受けなきゃいけないの。ちょっと待って、ボディチェック受けるなら銃を置いていかなきゃいけないんだよ確か。この違法なアイテムって書いてあるのは置いていく感じかな。じゃあこの銃もダメだね。それ以外はない。よっしゃ、オッケー、これでボディチェックを受けましょう。ボディチェックとか言いつつ俺のことを触ってみたいんだろお前は。いいぜいいぜ、脱がしてもいいんだぜ。殴りかかる。そんな物騒なことはしない。お、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 あ、ちょ、あ、ちょ、サンキューじゃない。よし、これでカードキーで開けると OK。 さあ、侵入成功だ。ここは何一体。僕のターゲットはどっちにいるんだい。あの上か。で、僕のこと知ってるんだ、研究者の一人が。うわ、すげえ。イーサスフィールドラブ。The virus prototype will be close by. Look for some type of quarantine unit. 隔離された部屋？待って、今回暗殺だけじゃなくてなんか別の目的もあるのか。まさか。ちょっと待てよ。これあれだな、研究員がさすがに多すぎるから、知ってる人顔を変装するか。よし。ちょっと静かにしてね。おやすみ。変装します。さあこれで OK、 誰にもバレない。で、多分こいつだったらここにいても大丈夫だと思うし OK。 銃も受け取ってきた。まあカードキーはあるでしょ。なんか変な銃があるけど、まあいらないか。 OK、 堂々と潜入していきましょう。じゃあ隔離された部屋、なんか赤色のやつがあるね。あのボタンを押す感じ？おい、どうやって入るんだあれ。待て待てよ。でも知ってるやつ結構いるな俺のこと。マジで？突然ハンマーが飛んできて死んだりしてないかな。俺がやろう。突然ハンマーが飛んできて死ぬことあるよねよく。俺は知らないけどね。まだこれバレるかな。あー、あいつか。てか突然ハンマーが飛んできて死ぬこと俺はあると思います。死んだ？全然死んでない、やば。全然死にませんでした。むしろピンピンしてる。やばいな、これなんだ。発電機オフ。あいつ上がってきたところ倒すか。待て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 、嘘だろ嘘だろ。おやすみ。やばいか、バレたか、バレたか、バレた、バレたはない。待って、生きてんの。こいつ生きてんの予想外。オッケー、でもバレてはないっぽいぞ。よかったよかったよかった。待って、まだ生きてんのお前、強くね。やべ、入っちゃった入っちゃった入っちゃった。出て出て出て。やばいやばいやばい。なんでこいつ生きてんの、こんな強いの。さすがにノックアウトする。
待って待って、いっぱい来たんですけど、皆さんどうしましょう。案外バレない札やったぜ。やばい。おお、バレなかった。なんで真横通ったのに。奇跡が起きましたね皆さん。で、この中にはどうやって入るんだい。とりあえず俺はバレてないっぽいからラッキー。でもあそこにいるのか、一人バレちゃいけないやつが。おい、追跡されてるんだけど。警報を鳴らそう。さあおいで。よし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 、順調にいってる。どっから入るんだ。こっちから入んの。あはん、やばいっす。それはやばいっす。待てよ、結構いいとこまで潜り込んだが、しかし、よし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 、潜り込んだのはいいが、こっからだな問題は。奇跡じゃないここまで来れたの。だいぶはちゃめちゃな作戦だったけど。で、どうやってこの部屋の中に入るんだい。あの茶色い服になればなんか起きそうだな。ちょっと待てよ、ここはだな、コインを使うんだな。これ今変装もバレてる状態なんで、ちょっとあの博士をさ、博士を奥へやって、博士奥行ったでしょ。待って、そこにいんのか。やばいかやばいかやばいか、危な、バレるって。で、博士、金に目がくるんだ博士を、くらんだ博士を奥へやって、その間にここのこいつを閉鎖しろ早く。待て待て、気をつけろ気をつけろ。バレた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 のかこれ。カードキーだけよ。オッケー。不自然ではないはず今のところ。こん中にいるちょうどいい格好だ。相当厳重だな。で、あ、着いた、これだ。ボタンかと思ったけど、こんな小さいもんなんだ。これどうしたらいいの俺は。これを一体どうすればいいんだい。撃てばいいのか、爆発させればいいのか。あ、覗き込むことができるぞ。あ、それっぽいそれっぽい。何も知らないけどねこれ、なんだろうって思ってるけどね正直。なんだこれ、あ、全然わかんない。あ、これこれが新しいエロ本みたいな、こんな感じ。あ、ネズミだ。うわー、やば。で、待って、どうしたらいいんだ俺は一体。こい、あー、なんか温度を上げる。なるほど、そこで温度を上げればあのウイルスが死ぬってわけか。 OK、 じゃあコイン作戦いこう。あいつらをどっかやるにはコインしかねえ。コインの音に導かれろ。で、もう一つコイン。うわ、ないんだ、もう一つのコイン。あー、やるか。ほれ。もうやっちゃうよ。もうバレてるぞ、どうせ。オッケー、とりあえずウイルスは完了です。破壊。じゃあ行こう。あとはもう一人の人間を倒せばミッション完了だ。待ってくれ、この服超熱いんだ。ちょっと着替えさせてくれ、その半袖に。すまんの、これ殺してはないからね、ちょっと眠ってもらってるだけだからねこいつらには。 OK、 変装バレてる？バレてないよね。よし、やっと涼しい服に着替えられた。じゃああと一人倒しに行くか。変装がバレたってなってるけど、バレてないよね多分。見つかってないもんね誰にも。ね、バレてないね。よし、堂々と行こう。じゃあ続いての目標は上の方か。ちょっと着替えていい？変装する。よし、ちょっと着替えたぜ。待て待て待て、見つけたぞ、やっと見つけた。階段上がってきてるね。もうすぐ会える、もうすぐ会えるぞ。おいでおいで、こっちか。結構近いね、階段を上がってきてるか。
自分から向かってきてくれてるのか。どっちだ。おっとおっと、だんだん近づいてきてる。待って、これ誰か見られてるぞ。やばい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 、やばいっすやばいっす。ごめんなさい、敵に夢中になってた。待って、近い近い近い。どこへ来んの。あ、どういう地形なのかが全然わかんないけど、待てよ、どっかで会えそうだぞ。どこで会えそうだ。こっち来てるね。どっか地下から上がってくるとこがあるはず。あ、近い近い。え、こっちか。お前が絶対ここだ。やべ。マジっすか、マジっすか。いや、ここはダメだろ。ちょっと待てよ、どう来る、どう来る。上がってきたぞ。待てよ、これワンチャンあるかもな。こっちか、こっちか。来た来た来た、マジで。ワンチャンあるぞ、ワンチャンあるぞ。おいでおいで。やべやべやべ、当てちゃったよ本当に。待て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 、まずい。これ戦闘状態。ごめんなさい皆さん、僕別に悪いことしてないんです。やべ、敵多すぎ。ちょっと待てよ、敵が多すぎとピーコだ。敵が多すぎとピーコ、飛び降り早く。やばいやばいやばい。待って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 、俺が来た道を変えろ。やっぱ最初来たとこから帰るっていうかっこいい感じで行こう。待って、しゃがんでる場合じゃないだろバカ。まだ事故ってんの。早くレッカー車呼べよ。俺からのアドバイス、早くレッカー車呼べ。よし、でこれどっから逃げれんの。あ、その車に逃げれんの。センキューカー、じゃあ。おい、引くなよ引くなよ。あぶねえ。見たかみんな、これが俺のスマートなスパイだ。また次回の暗殺でお会いしましょう。もしこの動画楽しんでくれたらぜひ高評価のチャンネルね。で、ポッキーでした。じゃあバイバイ。